Hey guys! 初恋、こんにちは、ひろちゃんです。今回はですね、もうデータが飛んでしまって、もうほぼほぼもう出来上がっちゃってるんですけど、マツダのデミオ、DAY3 型っていうね、平成16年車です。もうこれから買って乗ろうって人はいないと思うので、まあ参考にならないかもしれないですけど、純正オーディオ、CD からね、CD の純正オーディオから、車外のね、ナビをつけようと思って、ヤフオクでまたこの、車外のオーディオがつけられる、このナビパネルというかね、このパネルを買ったんです。はい。でね、つけようと思ったんですけど、つかなかったんです。はい。そのことをですね、ちょっと今回動画にしていこうかなと思っております。車の小ネタだと思ってね、ちょっと話に付き合ってもらえたらありがたいなと思いますいやマジでね、今回ねすげえ超苦労したんですよ。2日かかりましたから、作業で。そのデータが全部飛んだって話なんですけど、結果的にですね、純正オーディオは外せませんでした。見えないかな、見えないか、ちょっと待ってね。これがですね、デミオの純正の、CD とラジオのオーディオなんですけど、まあね、これほら、ここがこの上のさ、こういうナビ上に置いてあるんだけど、ナビの形と違うじゃないですか。ここを外したとしてもね、このナビがつけられないので、後期のオーディオレスパネルっていうのがあって、これをですねヤフオクで落としたわけです。で、まあ、これでポン付けでいけるかなーなんて思ったんですけど、なんかね、このデミオちょっと変わってて、パネルの中に基板がたくさん入ってるんですけど、その中にね、エアコンアンプなる基板が入ってまして、ここエアコンあるじゃないですか。このね、エアコンがただこのパネルに交換するとエアコンが使えなくなるっていうね、ちょっと意味が分かんないでしょ。でちなみにここは動くんだよ、あのこのぐるぐる回すところ、それからこの風量とかも使えるんですよ、まあ、ここもね、まあ、動くといえば動くんだけど、だけどエアコンが使えない、室内、内気と外気、ここのボタンも使えない、リアのね、電熱線、もうこれも使えなくなるっていうね。まあそれを全部制御しているエアコンアンプっていうものがあるらしくて、それが、このオーディオの中に入ってて、オーディオ外すと、その基板がなくなっちゃうから、エアコンが使えなくなる。ただ送風されるだけみたいなさ。ヒーターは使えるけど、エアコンは使えなくなる。夏地獄っていう話なんですよね。じゃあね、そのエアコンアンプを買ってつければいいじゃないかっていう風になると思うんですけど、そのねエアコンアンプがですね、まあ、大体1万円ぐらいするんですよ、部品代で。でなおかつそのエアコンアンプっていうのは、なんかこれ前期型って呼ばれてる型なんですけど、その前期型にですね対応してないので、配線をですねこう入れ替えたりするとか、基板をなんかこう大加工しなきゃいけなかったりとか、なんか結構いろいろ面倒くさいらしいんです。ポン付けでできる配線キットが売ってるらしいんですけど、それがですね3万3000円もするんですよ。車外のオーディオにするためだけにですね、まあ実質4万5000円部品代でかかるってわけなんです。はい、この車、はい、マツダのデミオと、まあ、ベリーサーも同じ車なんで、それだけお金がかかるということなんですよ。どうしようかなってこう考えたんですけど、さすがに車は5万7000円で買ってるんで、4万5000円も部品代にかけたくないなと思って、まあ、しょうがないので割り込み線って言ってですね、まあ、本来だったらカプラーガチャンでこうオーディオ交換できるはずなんですけど、このカプラーからですねこう配線を引っこ抜いて、こう引っこ抜いたりとか、あと使う配線とかがあるので、そういう配線に関しては車体側からね、こう被覆をですね中途半端なところでですね、こう抜いて、でここにですね、違う配線をですねこうネジネジしてくっつけて割り込み線を入れて、それを延長させてですね、全て延長させて、しょうがないこのダッシュの上にですね、このなんかセンターコンソール的なものがあったので、まあ、これをですねちょっと改造して、まあ、ここにナビをつけてみました。はい、まあ、ここまでですね配線をこう調べたりとか、その
配線をこうなんていうんですか、加工したりとかなんかそういうのいろいろやってたら2日かかっちゃいました。はい、2日。まああとこの収めっていうんですか、このナビのさ、この収まりを考えながらやってたりしたんで、どうやって置こうかなとか、どういうあの金具を使ってやろうかなとか、まあいろいろ考えてたりしたら、まあなんだかんだ2日かかっちゃったんですけど、まあこれでね、まあ、一応ナビは使えるようになりました。はいはい、なんとかね。でこういうふうにして、まあちょっと、まあここ穴が開いてる方がかっこ悪いからさ、まあこういうふうにして、これでなんかいいかなと思うんですけど、横かっこ悪いじゃないですか、横。ここほら、まだね、金具が見えてるから、ダッチのシートをさ、ベルファイアのシートに付け替えるときに、ベルファイアってこの下にさ、こういう、フレームがあって、そのフレームカバーがあるんですよ。このプラスチックをですね、こう、 うまく利用して、まあ、ここにね、こう、まあこれを切って貼ってしてなんですけど、まあ、切って貼ってして、まあ、ここにカバーを作ってしまおうかな。それでまあ純正っぽくしてみようかなと。はい、でここにね、ただ置いてあるだけだとぶっついた時にさ、車がさぶっついた時にあの こういうものが吹っ飛んでくるんですよ。まあ、ダッシュボードに物を置いとくの本当にマジでやめた方がいいと思うんだけど、ダッシュボードに置いてあるもの衝突した時にもうあの殺人級の勢いで物が飛んできますから、なんかこれも、ね、ちゃんと固定しなきゃならないんですけど、はい、そうすればね、なんかもともとここにありましたみたいな感じに見えるんかなみたいなかなみたいなねはい、まあそんな感じですね。初の松田車なんですよ。今までね、うちのお客さんでもマツダ乗ってるお客さんがいなくて、マツダのね車をいじったことが正直あんまりないんですよ。スタンドでバイトしてた時、高校生大学生の時にスタンドでバイトしてた時にオイル交換で、でロードスターを1回ねオイル交換したことあるぐらいで、他はマツダの車いじったことなかったんで、なんかね意味不なことがすごいいっぱいあるんですよね。まあオーディオにしてもそうなんですけど、それからさ、ちょっと聞いて、ここさ雨漏りしたんだよね。雨漏り、あの作業してたらさ、雨が降ってきて雨漏りしてきたの。こっから雨漏りとかって意味わかんねえと思ったんですね。そしたらルーフのこの天井がさ、なんかコーキング剤でついてるらしくて、まあ、そこが劣化してくるとそのコーキング剤が割れて、そこから雨漏りするとか、ちょっと待ってよみたいな別にさ、マツダの車ディスるわけではないけど、何それみたいな。オープンカーでもなければさ、サンルーフもついてないわけですよ。サンルーフもついてないのにだよ、雨漏りするって、ちょっと待って、この車としてどうかしてるんじゃないのってちょっとねちょっと言い過ぎか、もうほんとマジでびっくりした。これルーフのねモール外しました。これですね、多分この内側にあるこのひび、こっからね雨がむっちゃうみたい。本当になんかいろいろビビらされてるんですけど、まあそんな感じでですね、まあ、洗礼を受けております。初めてのねマツダの車なんですけど、ちょっといろいろありえないところがたくさんあって、はいマジで、ね、ビビってます。本当に何それみたいな。はい、まあそんなわけですね、もう古い車なんで乗る、これからねなんか乗る人っていうのは、これから新たに乗ってね、なんかオーディオを変えたりとかっていう人はあんまりいないと思うので、オーディオ変えるとき超大変だよっていう話と、あとね、もう乗られてる方向けにですね、ルーフ雨漏りするらしいよっていうんでね、はい、まあ、ここ修理しなきゃならないんで、まあ屋根塗装がさやばいから、まあ、屋根の塗装を変えるついでにですね、ここをちょっと修理して雨漏りしないようにしようかなと思います。それまでね、雨が降ってきちゃうと雨漏りしちゃうから、また屋根の下にね入れてあげなきゃなんないんですけどいろいろめんどくせえこの車はい、まあ、大事に乗ります
まあね、今回ね2日分のデータがちょっと消えてしまったので、ただ話だけで終わってしまったんですけど、はい、よかったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それからね、 Twitter、Instagram、TikTok などいろいろな SNS やってますので、よかったら、そちらもフォローしてもらえると嬉しいです。ではでは次の動画でお会いしましょう。またね。